あれが未来技術研究所。国内最大の企業スメラギグループ、その最先端技術の全てが集う英知の園。あれを隠すにはうってつけの場所か。正面からの接触は私の所属する組織裏役もがとっくに済ませてるけど、スメラギ側の回答は知らぬ存ぜぬの一点張り。恨まないでよスメラギさん、そっちが隠してるのが悪いんだからさ。裏役も所属、戦巫女が起因。行くよ。対衝撃結界なかなか強力だね。けど結界ぐらいじゃ私の侵入は阻めないよ。裏役も所属、戦巫女が麒麟、押し通る。よっ、外部の衝撃を完全に無力化する結界。普通の攻撃じゃ破壊不可能。までは取らないから、恨むならあれを隠してる管理者を恨んで。
足あたりのトラップ。でもこんなこけ脅しで私は止められないよ。よっ、トゲトゲの地面は踏まないように注意と。いきなり死んじゃったりはしないけど、痛いのは嫌だからね。ダッシュ中にジャンプすればジャンプの距離が大幅に伸びるっと。ピョインってね。事前の調査資料から考えて、これはきっと地下最深。嫌な気配が濃くなってきてる。浮いてる板、確かゲートモノリスだっけ。よっ、はっ、大量の宝剣、間違いない。よっ、もう
これだけの宝剣作るのがどれだけ大変か、あいつら全然分かってないんだから。やっぱりここにいた。はあ、何ですかあなたは。セブンスを超越し覚醒した化け物、能力者の行き着く先ボウリュウ。聞いてはいたけどもう人間じゃないね。これは いきなり押しかけてきて、なんたる無粋無粋千万ですよ。あなた一体全体何なんですか。私は裏役者のキリン。ここに来たのはあんたたちの尻拭い。死にたくなかったらさっさと離れた方がいいよ。裏役も宝剣の鋳造元の、もしやこの間の返答が虚偽であるとバレて。いやそれは悪いと思ってますがね。これだけの宝剣がなければ彼の封印は。宝剣なんかじゃこの力は抑えきれない。どこにもなかったはず。うちの戦術師の予言、いつもながらタイミングバッチリだね。っていうかバッチリすぎ。もっと早く見れてたら穏便に済ませることもできたのに。まあいっか。来な竜の王様、その力私のギブスが縛り上げる。あんたに真の封印を。この十数年問題はなかったんだぞ。封印されている間もこれの力水面下で増大し続けた。私の力。封印のセブンス、ギブスなら止めることができる。
が弱まってる。今なら。僕の暴走が収まった。宝剣ですら制御で手一杯だったのに。アームドブルーガンボルト、ボーリューへ至った最強のセブンス能力者。ガンボルト、あんたはこれから起きる事態の責任を取らなきゃいけない。責任？これから起きるって君は一体？私は裏役者のキリン。あんたの力貸してもらうよ。異能の力セブンスを宿す者、能力者が生まれるようになった世界。セブンスによって多くの混乱が起きる中、この国は巨大企業スメラギグループの技術統治によって安定した秩序が保たれていた。しかしそれは数多の能力者に対する人体実験によって成り立つ表向きの平和。やがてそんな偽りの平和に異を唱え、スメラギに反旗を翻す者が現れたのは歴史の必定だったのかもしれない。この僕ガンボルトもかつてはそうした反対勢力の一員だった。長きにわたる戦いの末、僕はやがてセブンスを超えるネクストフェーズに覚醒してしまう。暴流、制御不能の危険な力。僕はそれまで敵対していたスメラギに投降、この身を研究材料として提供し、暴走を封じることに成功したのだった。でもそれはいずれ解けてしまうかりそめの封印でしかなかった。
私が所属する裏役者の戦術師は一つの予言をした。まあついこの間なんだけど、暴流と暴流を生み出し滑る王が現れるってね。僕が暴流の王様？うん、でも今はもう大丈夫だよ。私の力、封印のセブンス、ギブスで完全に封じてあるからね。さて、問題はここから。エネルギー事業に従事するスメラギは、あんたを封印している間、あんたから漏れ出る膨大な電気エネルギーを国内全土に向けて配給し続けていた。言うなればガンボルト発電だね。けどそれが悪手だった。あんたの電気からは融放者と呼ばれる他の能力者を暴流に変えてしまう波動が出ていたの。そんな、少し浴びたくらいなら平気だから、今まで誰も気づけなかったんだ、融放者の危険性に。あんたが封印されてから何十年か。融放者にさらされ続けた能力者たちの中から今新たな暴流が現れようとしている。ガンボルト、自覚はなかったんだろうけど、これは食材。あんたには私と一緒に暴流たちの封印を手伝ってもらうよ。異論はないよ。僕に罪があるというなら償いたいけど。この犬みたいな姿は一体どういうこと？そう、あの戦いの後、元の姿に戻れたのは束の間。僕はすぐこの犬のような姿になってしまったのだった。私にも分かんないよ。暴流を封印したの初めてだったし、ギブスにそんな効果があるなんて聞いたことなかったし、長い間暴流化してた影響じゃないかな、多分でもよく似合ってるよ、可愛い。とりあえずスメラギに掛け合って、私とあんたはスメラギの社員ってことにしておいたから、スメラギにもこの事態を招いた責任取ってもらわないとね。暴流対策チーム、治流局か。君と僕二人だけのチーム、よくそんな無茶が通ったね。ってキリン、これID カードの写真まで犬の姿じゃないか。あれ、そうだっけ。まったくもう。こんにちは、キリン。どう？スメラギにはもう慣れたかしら。モルフォ、そうだね。さすがは世界最先端の企業。裏役もより快適なのはちょっと複雑だけど。私もその最先端技術の一つですものね。あんたはそういうことになってるだけのセブンスでしょ。そう、彼女、モルフォはスメラギの開発した AI アイドルの最新モデル。はい、というのは表向きの話。実際は僕とキリンが生み出したセブンスの応用技、イマージュパルスだ。
僕の記憶から過去に出会ったことのある能力者のイメージをアームドブルーの力で具現化。だけど能力者のような複雑なイメージは僕の力だけではすぐに無産してしまう。そこでキリンのギブスを使ってより代となる語符に封印し固着させる。それがイマージュパルスというわけだ。元となった人のセブンスには及ばないが、さまざまなセブンスを扱うことができる。イマージュパルスには種類があって、装備することで能力をアップできるパッシブ型と、元となった能力者を呼び出せるスキル型が主だ。イマージュパルスはステージ内にあるイマージュのかけら、イマージュジップを集めるとミッションクリア時に獲得できるから、積極的に集めていこう。あとそうだ、さっき手に入ったイマージュパルス早速装備してみたらどうかな。メニューを開いてパッシブ型イマージュパルス装備画面で装備できるよ。ちゃんと装備できればキリンにもカゲロウが使えるようになるはずだ。なるほど、後で装備してみるよ。それにしても不思議だね、他のイマージュパルスはここまではっきり喋ったりしないのに、モルフォはまるで生きてるみたい。原因はわからないけど、僕は一時期モルフォを取り込んでいたことがある。彼女を解放することはできたけど、その時の影響かもしれない。影響ね、単にあんたにとって忘れられない相手だったとかじゃないの？どうだったかな。